アンドリュー・リンカーンはイングランドの俳優である。ロンドンで南アフリカ系の母とイギリス人の父の間に生まれる。キングストーンアポンハルで育ち、10歳の時にバースへ移る。ビーチン・クリフ・スクールを経て王立演劇学校に通い、名前をクラッターバックからリンカーンへと変える。1994年にチャンネル4のシットコム作品ドロップ・ザ・デッド・ドンキーのエピソード。 バース・アンド・デスズのワンシーンに出演する。イギリスのテレビドラマ界では BBC のディスライフチャンネル4のティーチャーズの出演で知られる。映画界ではヒューマントラフィックやラブアクチュアリーの出演で知られる。2009年舞台作品パーラー・ソングに出演した。南アフリカで反撃のレスキューミッションの撮影を終えた後はイングランドに戻った。その後フランス映画。 ハートブレーカーで、バネッサ・パラディと共演した。2010年4月、テレビドラマ、ウォーキング・デッドで、主演のリック・グリムス役に抜擢された。ティーチャーズを2は監督している。2006年6月10日、ロックバンドのジェス・ロタルのヤン・アンダーソンの娘である、ゲール・アンダーソンと結婚する。挙式では、グイヌ・スパルトローとクリス・マーティンの娘が、フラワーガールを務めた。 2007年9月10日に娘が生まれ、現在一男、和目の父である。ありがとうございます。